テスラは2021年も躍進する。テスラは現在クリーンエナジーの普及促進に邁進中です。テスラのようにクリーンエア実現のためにここまで全力で取り組んでいる会社は他にありません。世界中で EV の需要が高まる中、テスラはイノベーションを活用しながら電気自動車の増産に全力を挙げています。残念ながら他の自動車メーカーを見ればわずかにフォルクスワーゲンが動き出した程度で、テスラと同じレベルの本気度は全く見られません。どのメーカーも絵に描いた餅のようなプランを発表する程度です。一方テスラは自ら掲げたマスタープラン通りに高級電気自動車のスポーツカーロードスターから始まって、プレミアムカーのモデル S とモデル X、 そして次にモデル3、モデル Y と一歩一歩プランを実現しています。そして9月のバッテリーデーに発表された通り、さらなる努力で誰にでも購入可能な大衆車の製造を準備しています。それによって最終的にミッションに掲げた通り、持続可能なクリーンな交通手段とクリーンエナジーを実現します。テスラのように最速で製造規模を拡大して、そして販売を年率 50% 以上で拡大しているメーカーは他に類を見ません。テスラの2020年の製造販売台数の目標は50万台でした。これはパンデミックの発生前に挙げられた目標です。そして昨年2019年はテスラは36万7500台を販売しました。中国の地元メディアによれば、上海のギガファクトリーは2021年には55万台の電気自動車を製造するとしています。テスラはこの増産に必要な資材をすでに協力会社に発注済みです。報道によればこのうち30万台がモデル3、残りの25万台がモデル Y ということです。このモデル Y の生産が本格始動するのが2021年の年初の予定です。上海工場ではすでに製造ラインの増設やラインスタッフのトレーニングが進行しています。そしてつい先日、中国地元政府からテスラにメイドインチャイナのモデル Y の販売許可が下りました。テスラは大規模な増産に向けて生産能力の拡大を猛スピードで進めています。テスラのグローバルマーケットのシェアは2018年 12%、 2019年 16%、 そして2020年第3四半期までのシェアは 18% で年々増加しています。テスラに批判的なアナリストや空売りヘッジファンドは、上海工場はうまくいかない、立ち上がるまでに長い時間を要するなどの批判コメントを流していました。しかしこの猛烈なスピードを目の当たりにして、だいぶ静かになってきているようです。上海工場は現在テスラの EV 生産全体の大きな割合を占めています。地元メディアによると、2021年は上海工場から約10万台のモデル3と1万台のモデル Y が海外に輸出されるということです。これだけ短期間に工場建設から製造販売まで進めるというのは驚きを通り越して感銘を受けると言っても良いほどです。1年以上前の2019年の7月末に、モルガン・スタンレーのチーフアナリストアダム・ジョナスはテスラの上海工場の生産台数の予測をレポートに出していました。彼のレポートには2020年の生産台数は3万5千台から4万台、そして2021年には6万台としていました。テスラの今年の第3四半期の決算の発表によれば、上海工場ではすでに25万台の生産規模を備えているとしています。あたかもゼロを一つ書き間違えたと思うぐらい大きく予想を外しているわけです。もっともこのアダム・ジョナスは昨年テスラの株価が2ドルにまで下がる可能性があると予想株価を出していました。1年後の現在は S&P500 組入れ直前とはいうものの、株価は600ドル近くにつけています。テスラの上海工場はまだまだ発展してきています。今後バッテリーデーで発表された新しいデザインの4680型のバッテリーセルが近い将来搭載されることになります。報道によればテスラは上海工場で生産されるモデル Y のバッテリーの供給を LG 化学から受けるという合意にサインしたようです。また11月末頃からはモデル Y の生産をテスト稼働させて、2021年の年初には週に5千台のペースに達するということです。ということは年間で25万台のモデル Y が生産されることになります。そしてモデル3の最低25万台と合わせると、上海工場の2021年の生産台数は最低でも50万台に達することになります。そして複数のテスラのメインサプライヤーのコメントによれば、オーダー数は実際はすでに報道されている数よりも5万台分多いということです。つまり2021年に上海工場では55万台に達する可能性が極めて高いということです。立ち上がってわずか1年の工場でここまで生産規模が拡大しているということは、多くの人々の予想をはるかに上回り、まさに驚異的と言えるでしょう。モデル Y の販売は北米地域ですでに始まっていますが、
ヨーロッパではまだ始まっていません。現状から見るとヨーロッパ市場ではモデル Y の販売はベルリン工場の完成を待たなければならないようです。そしてアジアでの販売は上海工場での生産を待つ必要がありますが、あと数ヶ月でスタートする予定となっています。販売予定日を後にずらすばかりの既存のメーカーとは違って、テスラは今回予定の製造販売開始日を前倒ししたことになります。北米での販売はコロナパンデミックの最中にありながらも大幅に前倒しして開始となりました。先日イーロン・マスクがサイバートラックの販売開始が遅れる可能性を試算しました。これもすべて極めて強いモデル3とモデル Y の需要に応えるために、これらの増産を優先させるためです。中国乗用車協会の発表によれば、10月のモデル3の販売台数は中国生産分で 12,143 台でした。前月9月の販売台数は 11,329 台で 7.18% の増加となっています。中国ではプラグインハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車、これらを新エネルギー自動車と定義しています。この新エネルギー自動車の10月の販売台数が144,000台を超えて前年比 119.8% 増、前月9月からは 15.9% 増となっています。このうち電気自動車だけ見ると121,000台で、前年同期比で 137.2% の増加となっています。このうち 10% がテスラでした。この中国内のシェアに加えて7000台のモデル3がヨーロッパに向けて出荷されています。これを見れば上海工場の生産能力が拡大されていることがよくわかります。テスラの自動車販売は拡大を続けていますが、これはテスラの車に対する需要の強さの証拠だと言えます。しかし上海工場の生産能力の増強にもかかわらず、中国国内やヨーロッパの需要にはまだ十分対応しきれてないのも事実です。ヨーロッパ向けのモデル3は LFP バッテリーが搭載されていますが、このタイプのバッテリーにはコバルトが使われておらず、なおかつ低価格となっています。この LFP バッテリーのおかげでメイドインチャイナのモデル3は米国内で販売されているモデルよりも低価格になっています。 LFP バッテリーの使用やあらゆるレベルの効率化により、テスラの粗利益は向上しています。つい最近中国内のモデル3の価格を引き下げましたが、今後さらなる値下げも十分可能だと言えます。人権および高価格が問題になっているコバルトですが、9月のテスラのバッテリーデーにはイーロン・マスクはいずれテスラはコバルトの使用をゼロにすると宣言しています。もうすぐモデル Y の製造販売も中国で始まりますが、これに伴いテスラの販売台数はさらに加速度的に増加していくことが予想されます。上海工場、そしてベルリン工場とテキサス工場が現在猛スピードで建設中ですが、近い将来この3カ所合わせて500万台の生産能力となります。そして現在次の大型生産工場の用地をアジア地域で物色中です。現金資金も十分備えているので、あとはこのまま躍進していくのみという状態であり、2021年も目覚ましい発展を遂げることでしょう。ネガティブな予想株価を出していた多くのアナリストや空売りヘッジファンドのマネージャーたちの予想はことごとく外れているのがよくわかります。他のメーカーも電気自動車の販売を増加させているので、今後内燃機関の自動車の販売台数は急激に減少していくと思われます。特にバッテリーの価格性能がキロワットアワーあたり100ドルに到達した頃には大きな変化が起きていることでしょう。ということで今日はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。